豊明市立双方小学校は愛知県豊明市に村台7丁目3にある小学校。教育目標は思いやりがありけじめのあるたくましい双方庫。学校の裏手には標高71.8メートルのに村山がある。豊明団地は日本住宅公団が高度経済成長期の昭和40年代に造成した住宅団地である。 豊明団地への入居開始に合わせて、1971年4月1日に、豊明市立総法小学校が開校した。1972年7月には、北立東半棟と、プールが竣工し、1973年5月には、運動場が竣工し、1974年3月には、北立2階3階と、本館東半棟が竣工し、 1975年3月には、本館西半棟と体育館が竣工した。開校初年度の児童数は73人だったが、豊明団地への入居が増加した1970年代半ばには、児童数が1000人を超えた。1976年4月1日にはに村台1丁目から3丁目を分離して、豊明市立から竹小学校が独立開校している。 1979年3月には南館が竣工した。1981年度と1982年度が児童数のピークであり、28学級で1100人を超えた。豊明団地の住民の高齢化により、児童数は緩やかに減少。1987年度は20学級710人であり、うち70%が豊明団地に居住する児童だった。 2001年度には300人を下回った。空き教室が増えたことから、1998年からは南館1階が地域学習施設に、1999年からは南館2階がに村児童館分室に転用されている。2017年度の児童数は251人だった。2018年時点で、豊明団地には4529人が居住しており、 高齢化率は約25%だった。近年には多数の外国人が豊明団地に移り住んでおり、外国人比率も約25%の高さだった。約50人の外国人児童がいるため、2018年度の双方小学校にはポルトガル語通訳2人とタガログ語通訳1人がいる。地元の NPO 団体や愛知教育大学も、 外国人児童の日本語指導に協力している。2021年度には、唐竹小学校を統合し、本校に村大小学校と改名する予定である。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は以下の通りである。ありがとうございます。